何ですかパート3をやっていきたいと思います。はい、こんばんは、石原スポーツです。今日は久々にですね、あれ何ですかパート3をやっていきたいと思います。はい、まずはお一人目のリクエストですが、ご丁寧なコメントをいただきました。これ見てください。写真に指さして、これとこれとこれは何だというふうなリクエストですね。早速見ていきたいと思います。はい、まずはこのグラブ、シルバーコングシリーズですね。旧商品になります。アシックス時代のローリングスですね。ここシルバーが入ってますからね、特徴的かと思いますが、ちょっと見ていきますか。ジュニア向けグラブですね。シルバーコング、キャラクターは、当時、こんなね、キングコングみたいなね、シルバーコングというのがキャラクターです。特徴は黒グレーのコンビネーションと、こういったシルバーのね、ピカピカ光る素材を組み合わせたグローブということになりますね。はい、こちら1点目ですね。はい、2点目こちらですね。これもアシックス時代のローリングスの杉内モデルですね。はい、現行の杉内モデルはアシックスブランドになってますが、こちらも見ていきましょうか。特徴はこれ杉内モデルですね。こういった特徴的な新閉じ紐の入れ方ですね。これ何て言うんだったっけな、ちょっとまた思い出しますけど、それから指カバーですね。はい、こういったスタイル、ウェブもこれ杉内、いつもこのスタイルですね。ちなみにこちらが今年の杉内モデルですが、やはり新閉じ紐とそれからウェブは同じスタイルですね。バック部分はですね、新しいね、はみが2列になったタイプですね。アシックスの特徴的なグラブです。はい、3点目こちら、ウィルソンのグローブですね。こちらは2014年モデル、ジュニア外野手向けとなります。いや、オールラウンド向けとなります。ちょっと大きめですね。はい、ちょっと見ていきましょうか。はい、こちら、ウィルソンさんらしいこのポケットの作り方、薄いですね、この土手がね。はい、で、バック面でいきますと、まあノーマルなタイプですが、編み上げレースアップのちょっと変形したウェーブということになりますね。はい、マークはこちらのダブル王冠マークですね。で、ジュニア向けということで、ウィルソンさん特徴的なのはこの手首バンドをね、キュッとね、締めやすいようにジュニアの細い手首に合うようなスタイルにしてありますね。で、こちらの親指掛け紐についても、こちらの細い紐でギュギュギュッと調整ができるようになってます。便利グラブということですね。はい、それからお二人目のご質問ですね。あれ何ですかってよく見られてたんでしょうね、後ろの方に映ってたこちらですね。はい、足台ですけれども、こちらが見たいということでお見せします。はい、こちらの足台ですが、靴の修理や P 側の取り付けに使いますね。こちら靴に P 側を釘で打っていきますが、これにはめましてですね、トントントンと、これ以前動画アップしておりますので、また参考にしていただいたらよろしいかなと思いますが、これはスパイク修理には必需品ということになりますね。はい、それから前回のですね、グラブのレストアのですね、動画ちょっと時間パツパツだったんで、ちょっと言うの忘れてたんですけど、全部紐変えまして、150センチじゃないな、180センチの紐が3本で、このグローブですね、全部、リレースできたということになるのを報告しておきますね。それから昨日組み上がりましたので、早速型をつけるのをね、もう一回やり直してますが、ちょっと広めに大きめにソフトボール入れておきました。どんな感じかな。はい、いいんじゃないですか。はい、お見せしましょう。こんな感じですね。はい、いいと思います。はい、どうでしたでしょうか。またね、時々ですね、ご質問にお答えするような、こういった何ですかのビデオを作りますんで、リクエストくださいね。はい、それでは皆さん、さようなら。